マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはお腹周りの内臓脂肪が気になるなんてことないですか？そこでこの動画では内臓脂肪を減らす簡単な方法がわかるんです。もしあなたがお腹周りをスッキリさせたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。内臓脂肪を減らす食材3選、詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜそもそも内臓脂肪ってたまるんでしょうか、その原因と、2つ目、お腹周りをすっきりさせる食材を3選詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜそもそも内臓脂肪ってたまってしまうんでしょうか、その原因はたくさんありますが、今回のポイントをまとめました。1つ目、まずあなたの腸内環境のバランスが乱れているからなんですね。例えばですね、便秘の方、もういつまでもお腹の中、腸の中に食べたものがずっと居続けてるわけですよね。もう腐ります。でそうするとそこから有毒なものが出てしまって、それが腸壁からね吸収されて、こう体中に巡るわけですよ、悪いものが。そうすると本当だったら、本来ならいいものがね体に回っていないといけないのに、悪いものが回り出すわけですよね、老廃物。でそういったものがですね回り回ってしまうと、もうそもそも細胞の隅々まで酸素栄養いきませんよね。悪いものがどんどん巡るとなると、細胞自体がですね、うわきつって、疲れちゃうというかね、活性化しなくなるわけですよね。動きが悪くなるわけです。そうすればもちろん代謝が落ちますよね。だから太るんです。なので便秘の方は太ります。ですからしっかりとまずはこの腸内環境を整えるっていうことが痩せる近道ということになるんですよね。もう便秘一つだけ取っても本当そうなんですよ。もうこれはすごくね腸に良くない状態なんです。でまた逆に下痢の方もそうです。もうどんどん出てしまうとですね、悪い菌もそうですが、一緒にいい菌もいなくなっちゃうわけですから、常にお腹のね中の状態が悪いわけですよ。しっかりとやっぱりいい菌、善玉菌ですね、痩せ菌たちが小口がいいなってお腹の環境を作ってあげて、いつまでもここに住み続けてもらうような状態をやっぱり作ってあげることが大事ですから、いずれにしても便秘の方であれ下痢の方であれですね、腸内環境は悪いわけですから、そういった方は代謝が落ちて太ってしまいますよということ。なので結局どんどん内臓に脂肪がね溜まり込んでしまうっていう悪循環ですよね。代謝が悪いわけです。では2つ目です。睡眠や運動不足の方、もうこれもまずいですね。もう寝ないだけで太ります。なぜかというと、寝てる間に痩せるホルモンができるわけですよね。でそういったのがないっていうことは太ります。でもちろん全く運動もしないとなると筋肉が落ちますよね。そうすると同じカロリーを取ったって燃やす力がどんどん減るわけですから、そりゃもうね太りますよねっていうこと。では3つ目です。自律神経の乱れがある方、簡単に言うとストレスですね。いかがですか？やっぱりね、もうイライラするとか、本当ムカとかね、悲しいとか、ショックなこと、いろんなこと起こりますよね。そういった精神面でのストレスもありますし、実はですね、ストレスってそれだけではありませんよ。例えばいつも寒い環境にいるとか、暑すぎるとか、うるさいとか、そういったのも実は簡単に自律神経バランス崩れます。でもちろん睡眠不足の方も乱れてしまいますし、あとお食事が悪い方、例えば添加物とプリのものを毎日食べてる方、コンビニ食とかね、そういった方はもう体がストレスを受けるわけですよ。あなたは気づいてなくても体は嫌なわけです。それだけで自律神経ってもう簡単に崩れちゃうんですよね。あとは例えばお怪我した方とか、骨盤がずれてる方、こういった体のその持ってる状態が異常な方ですよね。そういった方もすごくそれだけで体ってストレスだなって思うわけですよ。歩きにくいとか、痛いとかね、ずれてるからバランス悪いとか、そういったことも簡単に自律神経が乱れてしまう、原因になりますから、そういったのが続いてる方っていうのは自律神経のバランスが悪いで、結局バランスが悪いっていうことはちゃんと内臓が動かないわけですよね。で内臓が動かないってことは代謝が落ちちゃうわけですよ。ちゃんと機能しないっていう、ここもすごくポイントなんですね。ですから太ってる原因が実はねストレスだったっていうことも非常に要因としては大きいわけです。で4つ目です。基礎代謝がね低下していくからなんですね。もうこれも分かりますよね。もう年齢とともに代謝って落ちます。もうどんどん落ちてる
なのでね、やっぱり運動して筋肉量を上げてね、代謝上げようかなとか工夫していくわけですけれども、まあ、何よりも運動も大事なんですが、やっぱり内臓が元気じゃないと基礎代謝って上がらないですよね。そうした時に今お伝えしたことが全部腸内環境に直結するわけですから、まあ、イコール内臓を元気にしてあげますといいわけです。ただこれがうまくできない方っていうのはもうどんどんね、年齢とともに、まあ、加齢ですね、基礎代謝が落ちれば今まで通りの食べ物の種類と量を召し上がっていらっしゃれば、もちろんそれを燃やす力がどんどん落ちるわけですから、それは太りますよねってことです。そうした結果、結局お腹周りに脂肪を溜め込んでしまって、ぽっこりお腹、内臓脂肪がね増えてますねって健康診断とかで注意されてしまうわけですよね。ではここから2つ目の項目です。お腹周り内臓脂肪をすっきりね落とすことができるおすすめの食材3選ということでお伝えしていきますね。まずその1つ目はこちら、お酢の中でもリンゴ酢になります。お酢ってすごいんですよ。この内臓脂肪ですね、どんどん抑えてくれる、まあ、減らしてくれる効果があるんですね。特にリンゴ酢がいいのは、この酢酸の働きがたくさんあるお酢の中でも一番強いからいいんです。なぜかというと、あなたの腸の動きをね、もうどんどん元気にしてくれるのがこのリンゴ酢なんですよ。でしかもやっぱりね、脂肪をどんどん燃やしてくれたりとか、基礎代謝も上げてくれたり、まあ、結果脂肪がつきにくくなりますし、でまたね、太るもと血糖値の急上昇をねぐーっと抑えてくれるのがお酢です。ですから血糖値が急上昇する食べ物ってありますよね。例えば炭水化物ですよね、糖質の塊とか、そういったものをね食べるときはセットでこのお酢を取られますと丸です。でそしてね、なんとお酢を取ると満腹感を得やすくなる、結果食欲を抑えることができますよってこと。そしてね、むくみ改善効果もあります。嬉しいですよね。せっかく体重が落ちたなのに、むくんだままだと全然見た目がね痩せたように見えないってすごく悲しいじゃないですか。もう全然嬉しくない。そういう時にね、このしっかりリンゴ酢を取ることでむくみも改善してすっきりしていきましょうねってことです。では2つ目の食材はこちらです。緑茶になります。でこの先ほどのリンゴ酢も緑茶もそうなんですけど もうできればですね、やっぱり無農薬で有機栽培、そういったねいい材料を使ったものにしましょうね。でお伝えの補足なんですけども、リンゴ酢はですね、純リンゴ酢選んでくださいね。そうすることで、あの無添加のものが一番効果がある。もう添加物たっぷりの味がついたリンゴ酢はダメですよ。ちょっと補足でした。で今回2つ目緑茶ですね、これも無農薬にしましょう。農薬たっぷりの茶葉を煮出して飲むなんて、もう薬品飲んでると一緒、もうダメです。しっかりとね有機栽培のお茶選びましょう。でこの緑茶ってすごいんですよ。脂肪燃焼効果もあります。そしてポリフェノールが含まれていることで代謝が上がるんですね。そして何よりもいいのはこのカテキンです。緑茶が持つカテキンが内臓脂肪の量を、ね、減らしてくれる効果がある、まあ、継続的に飲むとっていうことになります。そして血糖値も抑えてくれますし、まあ、なんといってもカフェイン飲料ですから飲みすぎは注意なんですが、ただコーヒーと比べると緑茶の方がカフェインは少ないのでおすすめになります。でこの緑茶もですね、1日にまあ大体 1,2 杯程度で抑えていきましょう。飲みすぎは NG です。なぜかというとカフェイン飲料ですから、自律神経のバランス、まあ、交感神経といってスイッチオンがねいつも優位になってしまうと腸が緊張して動かなくなってしまうので注意してくださいね。ではここからお腹周りをすっきりさせる内臓脂肪を落としてくれる食材の最後はこちら、リンゴになります。リンゴはおすすめですよ。まあね、1日の、まあ、リンゴ1個食べたら医者いらずなんて言われるぐらい、リンゴってすごく、まあ、パーフェクト食材になるんですよね。でリンゴって脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があります。でまた最近ですね、言われているあのプロシアニジンっていう成分がですね、この先ほどの内臓脂肪を減らしてくれる効果があるって言われてるんですよね。でそれ以外にもやっぱりペクチンが含まれていてね、便秘改善にも効果がありますし、むくみも改善してくれます。でなんといってもね、いろんなフルーツの中でもお体を温めてくれるフルーツがこのリンゴなんですよ。これすごく大事。よくですね、その、まあ、フルーツ体にもちろんいいですよ。酵素も取れるしね、ビタミンも取れるし、ただし食べ過ぎてしまうと、まあ、もともと果糖があるから太ります。でしかもよくね、南国系のフルーツは冷えます。お腹が冷えちゃうんですよね。なので冷えると良くないんですよ。代謝が落ちて太っちゃうので。
った時に、このリンゴは体を温めてくれる数少ない果物の一つですから、ぜひねリンゴを召し上がってみてくださいね。で、食べ方としまして、私はね結構薄切りにしてレンジにして、シナモンかけてちょっとねこうアップルパイっぽく食べたりもするんですけども、やっぱりキンキンに冷やさないでくださいね。リンゴも冷蔵庫で冷やしたものをね切ってスパッ食べるみたいなのは、お腹がやっぱりせっかくね体を温める果物なのに冷やしてしまっては NG なので、常温か、まあ例えば私みたいに温めて召し上がるっていうのも美味しい、しかも痩せる食べ方ということになります。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめポイントは、まずは内臓脂肪を溜め込むことをしないようにしましょうねということで、溜め込む原因を4つお伝えしました。そこを注意しましょう。そして逆に、じゃあどうやったら溜め込んでしまった内臓脂肪を落とすことができるのでしょうかということで、おすすめ食材3つお伝えしましたね。適量を、こればっかり食べちゃダメですよ。適量ね、バランスよく腸活メニュー中心でね、和食中心プラスこういった食材を取り込むことで、さらに痩せ効果をアップすることができますから、ぜひ今すぐ取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。で、またコメントもどんどんお待ちしておりますから、ぜひね、いろんなことご質問くださいね。お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。